だから、まあ、1枚目の分できなかった分、2枚目にはたくさん私の思いがこもっているんじゃないかなと思うので、ぜひぜひ10月25日は楽しみにしていただきたいなと思ってるんですよね。はい、ということで、そのパープルローズの中から、これはシングルカットされる曲なんですけどもね、ちょっと今までの感じとは世界が違うかななんていう感じもしない、なきにしもあらずなんですけど、これはプロデュースが、松任谷正隆さん、作曲がユーミンさんで、そして作詞が中西玲さんという異色のコンビで、松任谷さんのお話によると、これは映画のコットンクラブ、あの世界の雰囲気でこうアンニュイな感じでね、ちょっとなんていうのかな、セピアカラーの雰囲気で作ったんだよということでしたので、ちょっと今までの私の曲とは雰囲気が違うかもしれませんが、これも利根真理子です。カレンダー聞いてください。あなたを思い詰めて、私痩せました。苦しくてため息をついて、私は割と声の低い部分で歌ってる歌が多かったんですけども、この歌は私の地声の、高いところのギリギリ限界に近い部分で歌ってる歌なんですよね。なかなか心が安らんでくるような歌じゃないかなと思うんですけど、まあアルバムの中にはこの歌がちょっと異色かなっていう感じで入ってるんですけど、後の曲はだいたい今までの感じのイメージに近いものが多いんじゃないかなと思うんですよね。このカレンダーというシングルなんですけども、ちょっと今までと雰囲気が違うということで、皆さんの意見をぜひ聞かせていただきたいななんて思うので、ぜひ事務所宛にお手紙くださりたいお手紙いただきたいと私は思ってるんです。それでは宛先を申し上げます。郵便番号105東京都港区新橋 1-18-0001
21第一日比谷ビル4階、アコット。もう一回言いますね。郵便番号105、東京都港区新橋 1-18-21、 第一日比谷ビル4階、アコット宛てに送っていただきたいと思います。それではまたおはがきの方に戻りたいと思います。名古屋市西区の秋田貴則さん、お久しぶりですね。マリコ様こんばんは。いよいよ季節は秋ですね。ほんとそうですね。そんなそんな、あ、そしてそんな秋の夜長はやっぱり読書が一番だと思いませんか。バラードでも聴きながら読めば気分は最高です。そうですね、私のセカンドアルバムにはいいバラードがたくさん入ってますよ、なんて。そこで最近は作詞だけでなく俳句の世界にまで文才を発揮なさっているマリコ先生の好きな作家作品を一つ聞かせてください。まあなんで私が俳句をやっていることを知っているんでしょうかね。ペントハウスに一句載っていたんですけどもね、そういえばこの前、六本木を舞台にしている深夜番組で思わず俳句などを一句読んでしまった。それを見ていたのかな。そうですね、私が好きな作家っていうのはね、可愛げがないけれど安倍工房がすごく好きなんですよね。高校生ぐらいの頃から好きになって、まあいろいろと砂の女とか他人の顔とか、箱男とかね、いろいろ読んだんですけれどもね、なかなか安倍さんは好きですね。あと似たような世界では筒井康隆さんも好きですけれども、やっぱり安倍さんの方が好きですね。それからちょっと世界は全然違うんですけれどもね、瀬戸内晴美さん、彼女の女徳そして女優というこの二大作はもうすごく好きです、私。そしてそして三浦綾子さんの潮刈峠というのもねすごく好きなんですよね。なんか尻滅裂な世界みんな好きなんですけども。うん、やっぱり夏っていうのは、私夏になる前にね本をね 6-7冊まとめて買ったんですけども、結局夏は暑くて一冊も読まなかったんですよね。やっぱり読書は秋だなっていう感じがしますよね。うん、なるほど。それでは、この番組多分最後のハガキになってしまうと思うんですけどもね、大阪市平野区の田中和義さんからのおハガキです。こんばんは。この前の放送で前のディレクターの今林さんの声を久しぶりに聞きましたが、最近マリコさんのマネージャームーミン中田さんの声が聞かれません。時々は声を聞かせてくださいというおハガキ、男性からの熱いラブコールがありましたけれどもね、せっかくですから、ではムーミン中田さんに登場していただきたいと思います。どうもラジオを聞いてる皆さんこんばんは、オカマのムーミン中田です。どうも長い間のご苦労様でした。本当にね、もう1年間やってきましたけれども、皆さんからたくさんおはがきいただいて、本当に皆さんからのおはがきで私たち励まされてここまで番組やってこれたような、そんな感じしますよ ね。ありがたいですね。でこの1年間を振り返ってみて、とても印象的だったなとかっていう番組の内容を一言でおっしゃってください。あ、そうか。とっさに答えられないということは印象的なことがなかったということですか。でもありすぎて、もう胸がいっぱいで今思い出せない、ね、なるほどね。私はまあいろいろとやってきまして、今林さんとのカラオケデュエットもあったし、それから、うん、皆さんにお電話をかけたということもありましたし、そうですよね、もう最後の方になりましたらもう一回皆さんのところにお電話しますなんて言ってて、結局言うだけ番長で終わってしまうような気がして本当に申し訳ありません。フォトカードに関してもそうですよね、絶対に責任を持ってお送りしてない方には、絶対これからお送りしますので、嘘じゃないです、言うだけ番長は返事をしますからね、本当に絶対お送りしますから待ってていただきたいと思いますよ。それから9月のプレゼントなんですけれど、マリコ新聞、これは100名の方にプレゼントいたしますけれど、この番組ではもう発表することができませんので、これの発表は、発送をもって返させていただきたいと思います。楽しみにしていてくださいね。それではこの番組来週から引き継いでくださいます堀内孝人さん、俳優でもあり歌手でもある、なかなかいい兄貴分として皆さんからの相談受けていただけるんじゃないかなと期待をしています。それでは彼の歌で泥だらけのビーチ&ショット聴いてください。
かくこの番組を通して皆さんとお友達みたいになれたのにね、なんかこのまま終わっちゃうのはすごく寂しすぎるような気がするんですけど、またどこかで皆さんにお耳にかかれたら、またはお目にかかれたらいいなと思っています。まあそれまでは10月25日に出る私のセカンドアルバムパープルローズでも聞いてマリコは身近にいるんだということを確かめていただきたいと思いますけれど、今流れてますこの曲はセカンドアルバムの中から You という歌をお届けしているんですけれど、いつもは Stay with me、 これでエンディングを飾っていたんですけれど、今日はもう最後の夜ということで、このアルバムの中からエンディングにふさわしい You を聴いてお別れしたいと思います。皆さん本当に1年間どうもありがとうございました。皆さんのお便りでとっても励まされた1年間でした。いつまでもお友達でいたいなと思いますので、皆さんもずっとそういう風に思っててくださいね。お手紙とかお待ちしてますから、会社の方にでも送ってください。それではまたどこかで、利根真理子でした。